こちらアメリカのアーリントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。オレンジコール前に行きそうです。マーベラスサンデー、それに続いています。さらにはフライトファルコン、5番ドクターバーリン、その後ろ後方に控えたのがボーンクイック。もう一度先頭から。大方の予想通り先頭に立ったのはマーベラスサンデー、オレンジコール、すぐ後ろ並んで3番フライトファルコン、ピンクの帽子オータムラン、その後ろ内からはダイヤモンドブルック、ドクターバーリン、その内に続いています。その外にメルシーティグレス、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。では前の方から見てみましょう。大方の予想通り先頭に立ったのはマーベラスサンデー、その後ろにオレンジコール、緑の帽子ビクトリーウェル、その後ろすぐ隣にオータムラン、その横にメルシーティグレス、すぐ後ろにオレンジオアシス、その隣にダイヤモンドブルック、すぐ後ろにパープルグロー、黄色の帽子フリーコラム、その後ろすぐ隣にボーンクイック、ワーキングサスピション、すぐ後ろ。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてマーベラスサンデー、ダイヤモンドブルック、ほとんど差がありません。オータムラン3番手。さあマーベラスサンデー逃げ切れるか。後続集団も追い上げにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。マーベラスサンデー先頭、残り 200m、 マーベラスサンデー先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はメルシーティグレス、完璧です。圧倒的な強さを見せましたマーベラスサンデー。1着、2着はメルシーティグレス、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。マーベラスサンデー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのアーリントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポッドキャスター、コースタート、ダブルガード、この馬もコースタートを切りました。オーリング、前に行きそうです。エイローズイメージ、それに続いています。さらにはレア&ゴー、9番、ポッドキャメロン、その後ろ、アワッド、後方に控えました。では前の方から。先手を取ったのはポッドキャスター、並んで10番オーリング、黄色の帽子エイローズイメージ、その後ろケイプスティンガー、その内に続いています。並んで13番グリークロンドン、シャドーフォレスト、この馬もこのグループ、ダンツシアトル、後ろから。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはケイプスティンガー、黄色の帽子エイローズイメージ、その後ろその隣にダブルガード、内からはデア&ゴー、その外からポッドキャスター、その隣にグリークロンドン、その横にシャドーフォレスト、ダンツシアトル、後ろからになりました。その隣にウィンドピクシー、その横にポッドキャメロン、オンテンダー、この馬もこのグループ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はボーリング、ダブルガード、ほとんど差がありません。ダンツシアトル、いい位置です。先頭を捉えにかかります。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はオーリング、内からはレア&ゴー。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。オーリング先頭、あと 200m、 オーリング先頭だ。残り 100m、 オーリング粘る、ダンツシアトル迫る、一気にダンツシアトル、オーリング、オーリング1着、2着にはどうやらダンツシアトル、勝ったのはオーリング、見事な勝利です。
さあ直線に入りました。ここの直線は短い。ここで先頭はレーズボックス、河内トリビュート、先頭残り 100m、 河内トリビュート、先頭レーズボックス、迫る河内トリビュート、1着河内トリビュート、1着、2着にはどうやらレーズボックス。これが世界の実力だ、河内トリビュート。